いてが、甲府の長谷川選手でございます。はい。ラストパスを放った数がリーグ3位で、あとはシュート数が、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーの中では当然ながら1位となっております。キレキレでございますね。ですね。僕は夏動いてもあり得る話だなと思っていて、うん、まあ、甲府からよく行く先って言ったら、やっぱり広島とか柏だったりとか、はい、うん、 あとは鳥栖だとかも、なんか合いそうだなっていうところに入れては見ましたけど、さてどうかっていうところですね。これ大体結構当たるんだよな、先生のやつな、毎年見てる。いや、まあ、まあまあ、どうなのか分からないけど、ただ、後半戦はこのね、J1 の、高いってことね。あるやつだ、うん。そうですね。うん、J1 の皆さん的にはこの長谷川選手をどこが取るのかっていうところでも、順位変わってくるかもしれません。ね、ビトホーリホック、前田涼介選手。前田涼介さん。我らが梅ちゃんと、うん、梅田海人選手と共に、テゲバジャーロ宮崎から、ミトホーリホックへと移籍してきた選手なんですが、はいはい、そうなんですよね。はい。そうなんですよ。で、前田選手がですね、うん、かなり J2 の中でも成績を残してまして、うんうんうん、ボールダッシュ、うん、まあ、佐野選手と同じですよね。はい、と、あと、さらに、チャンスメイクのところでも、結果残していて、はい、要は、田中碧選手的な感じになってるんですよ、今。おー、おい、おい、おい。先ほど、甲選手とか佐野選手とかももちろんすごいんですけど、甲、うん、選手、佐野選手は、前田選手より守備の局面でより上の成績残してるんですが、うん、前田選手も劣らないぐらいの守備の成績残しながら、なんとオフェンスの成績も高い。うん、なんで、うん、2列目じゃなくて3列目のところからボールの出しても惜しいよってなんてチームからしたら、ちょっと前田選手欲しいんじゃないのかなっていうところがあります。で、あとよくあるのが、水戸から広島って流れがね、だいたいなんか1年半に1回ぐらい絶対あるので、そうなんですね。なんかもしかしたらあるんじゃないのってところで入れてみましたよ。そんな周期にも気づいちゃってるんですね、先生は。住吉ジェラニレーション選手なんかはありましたので、もしかしたらなんてことがあるかもしれない。見てるね、見てるね。ありがとうございます。うん、続いて今度、広島組二人でございます。うんうんうん、あら、あら、スキッペ監督になってから、それこそよりこう、どんどんとまたね、こう、データを上げてきてる選手でもあるんですけど、うん、やっぱり、先輩、川辺駿さんが、ね、はい、スイス行って、うん、そこから今度、プレミアに今行こうとしてるってところがあるので、うん、まあ、次こう、名前が上がってきておかしくないのはやっぱり彼でしょってのもあるので、うん、まあ、彼が J1 内での移籍はちょっとないと思いますけど、はい、今の活躍見て、例えばドイツのチームがどうだいっていうことになってもおかしくはないんじゃないかなっていうところで入れてみました。なんでドイツ？今のスキッペ監督が、あドイツ人だってところを含めてね。ね、そこからこうルートも、広島のケルンとも提携してるので、へー、そこからスンみたいなこともあるかななんてことでちょっと入れてみました。そうか、わかりました。はい。そして続いてが東俊樹選手でございます。うん、平選手、もともと、アンダー年代の頃は左サイドバックをやっていたり、はい、広島ではやっぱり左のサイドバックだったり、うん、左のウィングバックが多かったりしたんですけど、うんうんはい、ジョーク監督のもとでセンターフォワードの練習をやったりだとか、うん、ボランチで出るっていうことも入ってきたりだとかして、はい、やってないポジションがセンターバックの真ん中と、うん、ゴールキーパー以外もう全部やったんじゃないっていう。にしてもそこまでやってきたと。はいはいはい。で、そんな東選手、じゃあなんでボランチとかでも起用されるかというと、やっぱり上手いのが、その、もともとサイドバック、しかも展開型のサイドバック、ちょっと左番、内田篤人みたいな選手なんですよね。うん、そうそう、ちょっとボランチにもなれるようなっていうのもともと言われてたんですが、キッキングがあまりにも上手いので、やるんだったら、こう、一列前のシャドウとかやることが多かったんですけど、うん、最近そのボールの展開力だとかってことが、スキッペ監督にどうやらハマったようで、ボランチでも起用されると。なるほど。やっぱりこれは旗手くんとかじゃないですけど、それだけいろんなポジションできる選手なので、まあ、重宝されやすいんじゃないかなってところも含めて入れてみました、うんうんうん、と言ったからですね。なるほどですね。はい、はい。続いて今度 J2 から小野選手でございますと、うん、小野正人選手でございますと。はい、まあ、例えば東選手が移籍するようであれば、小野選手もともとトップ下と、今2列目、あとボランチ、そして左サイドバックできる選手なので、広島合うんじゃないっていうところ、まあ、怒られちゃいますけどね、サポーターの方にはね。そうですね。でもまあ今のカテゴリーで言うとステップアップみたいなこともあってもおかしくない選手の一人ですね。ね、分析です一つの。はい、はい、ということでございます。